スナーク狩り、スナーク狩り八章の訓問、スナーク狩りは章の訓問、ザ・ハンティング・オブ・ザ・スナークは、伝説の生物、スナークを捕まえようとする探索者たちの一行を描いたルイス・キャロルによるナンセンス詩である。スナーク狩りでは、しばしば、鏡の国のアリスの作中にあるキャロルの別の短編詩、ジャバウォックの歌から、生物の名前やカバン語などの流用が行われているが、 この詩自体は独立した作品である。砂枠狩りは1876年にマクミラン社から出版され、挿絵はヘンリー・ホリディが手掛けた。詩の第一章第一節で探索隊を率いるのはベルマンであることが述べられ、続く第三節以降で、その他のメンバーとしてブーツ、靴磨き、ボンネット及びフード製造業者、バリスター、弁護士、ビリヤードマーカー、バンカー、 銀行家、ビーバー専門のブッチャー、土地区業者、祖国者のベーカー、パン屋、ブローカー、仲外人、ビーバーが紹介される。第一章の記述によれば、配慮も、また彼らと共に島へ上陸した。また、捉えどころのないスナークを追い立てるために必要な、ちもやってきた。ブーツはいかなる差し絵でも描写されていない、唯一の登場人物であり、それが彼を、 乗組委員の中で最も謎めいた存在にしている、口実。別の説として、配慮として表現される登場人物は、最初の挿絵で描かれている、文字通りの船の選手像のことであり、希望とは、実は、ブーツのことであるという主張も存在する。1876年にこの詩の書評を書いた、スコットランドの知識人、アンドリュー・ラングは、希望とは、 ボンネット製造業者のことではないかと提言している。しかし、二番目の挿絵では、船の中でボンネットを作っている人影が発見できることから、これは明確に誤りである。ベルマンの白紙の回路図に導かれて、海を渡り、スナーク探索隊の一行は奇妙な島にやってきた。ベーカーはかつておじから聞かされた警告を回想する。スナークを捕まえるのは、 申し分なく結構なことである。しかし用心せねばならない。もし捕まえたスナークがブージャムであったならば、その時、お前は突然静かに消えうせて二度と現れることはない。この警告を心に留めて探索隊は別行動を取る。探索業の途上で、ブッチャーとビーバーの間に友情が芽生える、バリスターは眠り込んでしまう、凄まじく怒り狂ったバンダースナッチに襲われた。 バンカーは、正気を失ってしまう。最後にベーカーは、スナークを見つけたとみんなを呼び集めるが、他の者たちが駆けつける寸前に、不可解な消失を遂げる。スナーク狩りには、多くのキャロルの死独特の特徴が含まれている。使用されているのは、技巧的な因律や応援、正確な文法、出来事の論理学的な連結、そして、スナークなどの造語の頻繁な活用による、 全くナンセンスな内容である。この作品は、不思議の国のアリスのような随所に死を散りばめた三文とは違い、キャロルによる最も長大な因文であり、スナーク狩りを助した死が最初から最後まで続く。スナーク狩りは八つの章もしくは、フィットに分かれている。フィットとは、歌の部分を意味する子も、フィットと、痙攣を意味する、フィットのダジャレである。スナークとは、 スナーク狩りの中で探索隊が探し求める架空の生物である。スナークには様々な異なった品種が存在する。あるスナークは羽毛を持っていて噛みつき、あるスナークは頬ひげを生やしていて引っかく。あるスナークはブージャムであり、これは最も危険な種である。ブージャムに出くわしたものは突然静かに消えうせて二度と現れることはない。 スナークの味は、無味乾燥で、中身がないが、腰回りのきつすぎるコートのようにカリカリしており、人玉のような風味がある。スナークは、しばしばお野菜と共に供される。また、スナークは、昼近くまで寝ている。スナークは、非常に野心家であり、ほとんどユーモアを介さないが、微笑とお世人には老落されがちである。さらに砂クは、脱衣者、薬中、19世紀のイギリスで、 海水浴の際に使われた移動式の脱衣所。詳しくは山椒を非常に好んでおり、どこへ行くにも絶えず運び歩いている。スナークは火を起こすのに非常に重宝である。スナークの住む島は岩と裂け目だらけであり、イギリスから船で何ヶ月もの距離がある。同じ島でジャブジャブやバンダースナッチなどの他の鳥獣も見つけることができる。この島は、 ジャバウォックが退治されたのと同じ島である。スナークは通り一辺の方法では、捉えることのできない特殊な生物であり、スナーク狩りに際しては、何よりも勇気が求められる。スナークを捉える最も基本的な方法は、差し抜きと配慮とフォークと希望を持って探すことである。キャロルが、スナーク狩りを書くにあたり、子供の読者を対象にしていたか否かが議論されている。 この死にはいかなる子供も登場しない。雰囲気は暗いものであり、幸福な終わり方ではない。ベーカーの消失に加えて、バンカーが正気を失った様子が詳しく描写される。同じく、オリジナルの版に添えられたヘンリー・ホリディの挿絵は、不思議の国のアリスでのテニールの挿絵と異なり、頭部をデフォルメした不快感を煽る、ギガ化を特徴としている。しかしながら、 キャロル自身はこの作品が何人かの子供らには受け入れられると確実に考えていた。ガートルード・チャタウェイ、1866年から1951年は、ありすぎでる以降のキャロルの人生の中で最も重要な子供友達であった。砂枠狩りの着想を与えたのはガートルードであり、本書はガートルードに捧げられている。キャロルは1875年の休日に、 イギリスの海岸で9歳のガートルードと知り合った。砂狩りは、その1年後に出版された。出版にあたり、キャロルは80冊のサイン入りの本をお気に入りの子供友達に送った。伝統に則り、キャロルはそれらの本のサインに、子供たちの名前をアクロスティックとして織り込みだ。短い歌を添えた。砂狩りを創作するにあたり、キャロルは、最後の行から書き始めた。 1887年にキャロルは以下のように述べている。ある日差しの強い夏の日、私は一人で坂道を歩いていました。すると突然に、私の頭に一行の死の文句が浮かび上がったのです。ただ一行だけが、そう、そのスナークはブージャムだった。私はそれが何を意味するのかわかりませんでしたし、今もそれが何を意味するのかわからないままですが、 その文句を書き留めておきました。そして、その後時折不死の残りの部分を思いついて、先の文句が最後の一行となりました。そして次の一年か二年の玉の機会に、死の残りの節が自然に組み合わさり、先の節が最後の一節となりました。In the m i d s t of the world he was trying to say a n the m i d s t of his l u g h t e r and clear. ハッドソフトリーサドンリーバニッシュとウェイファーザスナーク、ワズエー、ブージェム、ユーシー、その言葉を言おうとしたまさにその最中に、その笑いと喜びの、まさにその最中に、彼は、突然静かに消え失せた、そう、そのスナークは、ブージャムだった。スナーク狩りの序文で、キャロルは中期している。この詩は、ジャバウオックの歌といくつかの関わりを持っています。そして、ボーラガブと、 スライストブスの発音の仕方の説明が後に続く。これらの単語は、スナーク狩りでは使われない。スナーク狩りで使われる八つのナンセンスな単語が、キャロルのジャバボックの歌で先に使われている。それらは、バンダースナッチ、ビミッシュ、フリューミアス、ゴロンフィング、ジャブジャブ、ミムジースト、ウトグレイブ、アフィッシュである、最上級の形容詞、ミムジーストは、言級、ミムジーとして、 ジャバウォックの歌に現れる。後にキャロルは友人への手紙で、スナーク狩りの舞台となる島について述べている。ジャブジャブやバンダースナッチが頻繁に訪れる島こそ、疑いなく、ジャバウォックが退治された島に違いありません。スナーク狩り全体や、その構成要素に隠された謎を解き明かそうとする、様々な説が存在する。スナーク狩りの中には、ベーカーが、 キャロル自身であることを示唆する多くのヒントが散りばめられている。他の乗組員が、ベーカーが忘れてしまったためベーカーの本名を、白井という事実は、何らかの謎がベーカーに隠されていることを証明している。第一章で記述される、ベーカーの性格は、他の作品に登場するキャロル自身が、モデルのキャラクター、レイの国のアディスの白のナイトのそれと一致している。 この詩を執筆したとき、ルイス・キャロルは四十二歳であった。第三章のベーカーの話で現れる四十年をはしょりますという言葉よれば、ベーカーも同じくらいの年齢である。そして最後に、ベーカーは用心深く梱包されたおののに自分の名前をはっきりと記した四十二個の包みを持っていた第一章。ベーカーはそれを海岸に置き去りにしてしまった。 海岸というのは、おそらくは、前世のことである。先に述べた通り、砂悪狩りは、ルイス・キャロルの詩としては珍しく、長大で暗鬱な雰囲気を持っている。詩の長さは、本書の中に隠された個人的なメッセージを発見しようと、意試みに適合する。多くの人々が、以下の作中で何度も繰り返される詩句の中に、メッセージが隠されていると信じている。 They sort it with symbols. They sort it with care. They pierce the it with folks and hope. They sereton the it's life with a railway share. They charmed it with smiles and soap. みんなは差し抜きで探し、配慮と共に探した。みんなはフォークと希望で追い立てた。みんなは鉄道株で命を奪うと脅かした。みんなは微笑とお世辞で夢中にさせた。 しかし、十分に説得力のある説は存在しない。ルイス・キャロルはこう書いている。定期的に、私は見知らぬ人々から、砂枠狩りには、偶意や、何らかの隠された教訓や、政治的な風刺が含まれているのではないかと尋ねる、丁寧な手紙を受け取っています。そして、私はいつも、そのような質問のすべてに、一つの答えを返します。わかりません、と。 死の述べるところによれば、明らかにスナークは、ブージャムだった。しかしながら、他の者が近くの丘の頂上で喜び飛び跳ねている、ベーカーを見たとき、ベーカーが残した最後の言葉は、以下の通りである。It's a Snark, it was the sound that first came to the e a r s and seemed almost to, good to be true, then a trend h followed, l u g ゼンゴロドエイトレント・オブラフターチアーズゼンザ・ u s words it's. 英文、全、サイレンス、スナークだ。その声が最初に、みんなの耳に届き、それは、申し分なく本当のようだった。そして、笑いと歓声がほとばしり続けた。そして、不吉な一言、ブー。そして、沈黙。ある者らは、この言葉に続く音説が、ジャムであったということを認めていない。そして、この詩の解釈におけるある一派は、実はそこにいたのは、 ブージャムではなく裏切り者のつであり、彼がベーカーを殺害したのであり、ベーカーはこと切れる間際にブーツの名を叫ぼうとしたのであると主張している。ブーツが乗組員の中でひときわ謎めいた人物であったことは特筆すべきである。ブーツは第一章と第四章でわずかに言及された以外は他のどこにも登場せず、オリジナル版の差し絵で全く姿を見せない。 唯一の登場人物である。また、ブーツ、靴磨きにはベーカーに恨みを抱く動機があった。ベーカーは3足のブーツを重ねて履いていたのだ。第1章を参照。これは挿絵でも明確に描写されている。マーティンガードナーは、シャーロック・ホームズものの短編、ギリシャ語通訳の前半で、ホームズと彼の兄マイクロフトが、ディオゲネスクラブの窓から目撃したビリヤードマーと、 ブーツは、砂枠探索隊の生き残りではないかと指摘している。砂枠狩りを分析するにあたって、ホリディによる挿絵は、どの程度考慮されるべきかという議論が取り沙汰されている。反対派は、ホリディの挿絵は、多くの点で、キャロルの文章から逸脱しており、例えば、第四章からベーカーは、ほひげと髪を生やしていると考えられるにもかかわらず、差し絵では、 ヒゲのないハゲとして描かれている、従って考慮すべきではないと主張している。他のものは、ホリディの差し絵は、キャロルとの念入りな共同作業の上に準備されており、残された往復書簡から互いの意見の交換を知ることができると主張している。それによれば、ルイス・キャロルは、死の中で繰り返される、配慮と希望を二人の女性として描写するとは、意図していなかったが、 ホリディの解釈にはしごく満足していたことが伺える。それとは逆に、キャロルは、ブージャムを挿絵に描くことは許さなかった。キャロルはこの怪物を正体不明のままにして、置きたかったからである。第三章でも、ブージャムの外見的な特徴は描写されない。スナークマリや、登場する人物、生物は、キャロルの作品以外にも影響を与えている。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。